こんにちは、初中学校3年の熊部です。今日はおしまいに来ています。では早速職場体験をしている仲間たちにインタビューをしたいと思います。今は何の仕事をしていますか？掃除をしています。他に何の仕事をしましたか？商品の品を揃えたり接客をしています。店の雰囲気はどうですか？インテリチックで素晴らしいです。好きな作業は何ですか？呼び込みです。なぜですか？店のためになるからです。一番大切にしていることは何ですか？笑顔です。それはなぜですか？お客様に喜ばれるからです。残りの日で一番学びたいことは何ですか？仕事について学びたいです。ありがとうございました。はい、中学生の仕事ぶりはどうですか？まだ今日が初日なんですよ。なので、今からです。なぜこの仕事を選んだのですか？そうですね、私の家がこの家具屋だったので、それでこう選んだというか使命感です。はい、ありがとうございました。初めてのことが多いと思うのに慣れているようでしっかりとしていてすごいと思いました。残りの日もしっかりと頑張っていってほしいです。ありがとうございました。